この動画はアンディ3が回りきらないという人のためのアドバイス動画となっております。今回のレッスン動画を見るとアンディの後半の回し方がわかります。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。本日も絶好調でスノーボードを楽しむための上達のヒントをお届けさせていただきます。このチャンネルでは10年を超えるレッスンプロとしてのノウハウを多くの人にお伝えすることでスノーボードを上達したいと思っている人を応援したいと思っています。スノーボードは上達すればするほど遊びの幅が広がり楽しさが何倍にも膨らみます。このチャンネルでは実際のレッスンで教えている内容を見ることができますので、レッスンに参加できないという方は今すぐチャンネル登録をしてどんどん上達を目指していきましょう。今回はアンディ3の後半のね、回し方のコツというテーマでお届けさせていただきます。アンディ3は前半のピボットがうまくいけば後半はね、簡単に回ります。なぜならアンディは前半のピボットの動きで生み出した回転力とその時に行ったツイスト運動のタイミングをちゃんとね、合わせるだけで後半も回っていくからです。詳しいやり方はこの後のレッスン動画を最後までご覧いただけると、誰でもわかるかと思います。アンディは一見ややこしいトリックですが、動きを理解すれば、後半の回転はね、非常に簡単となります。それではですね、アンディの、後半のね、回し方のね、ポイントをね、3つお伝えさせていただきます。その1、後ろ足軸で飛ぶタイミングで目線を回転方向に送り込む。その2、ピボットで行ったツイスト運動のね、腰のねじれを後半の回転につなげていく。その3、着地は回転スピードが速いので感覚的に着地できるように準備しておく。このようなね、3つのポイントが挙げられます。前半と後半の回転スピードに緩急があるため体感スピードが速く感じます。後半の回転は感覚的に着地する必要が出てきます。その感覚はスイッチバックの、ね、360など着地の形が、ね、同じ技で先に練習しておくことをお勧めします。今回のレッスンの後半では平らなところでアンディに役立つツイスト運動と、軸の移動をですね、同時に行う練習方法を伝授させていただきます。ゲレンデの平らなところで暇つぶしをしながら、グラトリがね、上手くなる簡単な練習方法となります。板さばきを覚える基礎トレーニングとなりますので、グラトリだけでなく、スノーボードがね、上手くなりたいと思っている人にもね、役立つ練習となっております。この練習はちょっとしたね、雪があれば、練習できますので、ぜひ今週末ですね、ゲレンデで試してください。それではレッスン動画をご覧ください。どうぞ。はい、それではですね、アンディの360に、挑戦したいと思いますね。180ある程度できるようになった人って、なんか180で逆に止めれないなって感じた人結構いらっしゃったと思うんですよね。まあ、勝手にもう3まで回っていってるような感じに、なってったと思います。タイミングつかめば、アンディは外力でね、外力っていうか最初のピボットの惰性でどん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 回っていくものなので、逆に止める方が難しいぐらいね、3回しちゃった方が楽ちんですよっていうぐらいね、回転力を得れるので、まあ結構ね、みんなの今の動き見たらメイク近いんじゃないかな、ピタ着する人も出てくるんじゃないかなっていうぐらいのね、勢いになってきてます。はい、ではですね、実際ではそのアンディ3、やるときに、重要な、ポイントですね、お伝えさせていただきたいと思うんですが、まずアンディ3をやるときに180と大きな違いを理解する、必要があります。それは何かっていうと、アンディの180とアンディの3では目線が変わります。そこだけ、そこだけって言ったらそれだけじゃないんですけどね、そこだけはね、集中してあげてください。何が変わるかっていうと、そもそもアンディの3って進行方向に向かって、はい、ピボットの180だけど、さっき言った90度で両足ついて、はい、後ろ足にずらしながらさらに90度回って、ここで弾きますよね。で、180の場合はもうその惰性で勝手に回っていくので、もうど進行方向を見たまま弾いたら、あ、勝手に回っちゃったってなるんですが、はい、3はこのタイミングの目線重要です。90度弾くってなったタイミングで目線を回転方向にポン送っていってあげてください。そうすると腰のねじれが解放されます。要するに何が解放されるかって、こう、あ、これごめんなさい、ちょっと分けて話しますで、目線はまずそういう風にここのタイミングで回転方向をね、見る必要があります。じゃあ2つ目重要なのが、何かって言ったら腰のねじれ、ツイスト運動になりますね。じゃあツイスト運動どこで活用するかっていうと、その目線のタイミングになってくるんですが、はい、常にピボット運動って今日やりましたよね。
上半身と下半身が常に逆方向にねじれますよっていう動きね、いろんなところで出てきたと思うんですが、その動きで、はい、ここで、まあ、ちょっと最初飛ばしますけど大げさに、まあ、ピボットするとします。ここで弾くぞっていう時に、ここの腰のねじれができていればピボットしたところから腰のねじれとともに目線を回転方向に持っていくと自然と、360度まで回りやすくなってきます、ね、この動き進行方向を向いてポンね、なんか今回っちゃいましたよね。この動きで簡単に回るように、なってきます。かといって今なんか回転方向に腰振ってんのかなって見えがちなんですけど、さっきやってもらったら分かる通り振る必要はないです。回転力は十分足りてるので振らずにそのまま流れに合わせて上に持ち上げてあげれば十分、3まで回っていくので、その代わり腰のツイスト運動っていうのはねしっかり意識してあげてください。ここツイスト運動入ってないとさすがにスリー回らないですね。ツイスト運動ちゃんと意識するようにしてあげてください。でそして3つ目は着地です、ね、ピタッて着地止まんないと、なかなかねメイクってならないと思うので、まあ、不安要素もあると思うので着地ちゃんとしっかり集中しましょう。で、先ほども180の時にちょっとね説明したんですけど、アンディっていうのは緩急の強い技ですね。最初のピボットはゆっくりなんですからなんですが、そこから弾いたらいきなり回転力が上がる技になります。で残念ながらアンディの3になると自分で着地をきれいにコントロールするっていうのはやりづらい技になります。どちらかといえば感覚で立つような感じ、回転スピードがもう速すぎちゃうので自分でしっかり、あ見えたな、そこに対して着地合わせようかな、おいしょってゆっくりできないような感じになります。でどっちかといえばもう、あ着地、あ立っちゃったっていう感じになりやすい技になってきます。まあ、かといってね、何も意識してないと、いつも着地変わらないと思うね。着地意識してほしいところはまたここでツイスト運動です、ね、着地を回転ピタッて止めた方が後々逆エッジになりづらいですよね。ぐる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 回ってたら、着地した後ぐるぐる回ってたら、どこで着地するか、どこで止まるか分かんないので逆エッジになっちゃう可能性あるので、何を行うかって言ったらまた上半身見てくださいね、はい、ツイスト運動をツイスト運動をツイスト運動、着地する瞬間にまた上半身を回転方向とは逆方向にツイストしてあげる。そうするとそれ以上もう下半身が回らなくなるので空中での回転が止まります。そうするとここで一回説明にポン着地するようになります。そうするとその後板がパンと走っててくる。回転力がちょうど良ければそのままスッと走ってきます。逆に回転力が余った場合、もう5ぐらいまで回転力ついちゃったよって人は、まあ、なかなかね自分でそこ調整できないと思いますが、やり方だけ教えておきますけども、まだここでやってもあこれでなんか回ってくって人はここでもう一回肩をツイスト運動してあげる。流すって僕たちよく言うんですけど、こっちから手をこっちに一回流してあげる。そうするとこれっておいしょ、下半身逆方向にねじってる動きが入るんですよ。もう一発、そうすると回転が体全体こっちに回ろうとしてるんだけど肩を流すことで回転を止める動きに入ります。目線進行方向向いたのでポーンと肩がこっちに流す。そうすると回転ピタッと止めるようになってくる。まあまあここまではねまだ今日中にはいかないと思うんですけど、ちょっとやり方だけ知っておくとねいいかと思うので、まあ、この3つ、ね、着地に集中してあげるようにしてあげてください。じゃあ、今日散々出てきたツイスト運動、ね、まだ練習しましょう。ちょっとこれをね、アンディにちょっと置き換えれるアンディにも役に立つちょっとツイスト運動を練習したいと思うので、ちょっと一回ですね両足履いてもらって、履いてからでいいかな、履きましょう一回、両足履いたまま歩いてもらいますね。歩く動作ってそもそも人間って、はい、ツイスト運動ね、上半身と下半身常に逆方向にねじりながら歩いてます。そして軸の移動も左右左右って軸の移動をしながら歩いています。それがスノーボードに置き換えればアンディの動きに、ね、すごく役に立つ動きになるので、さあみんな歩けるかなっていうのをねちょっとやってみたいと思います。まあ歩くの簡単です。もう普通においしょ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 、こうやって歩けばいいだけなので、まあみんなできますよね、できますよね。これはグラトリの基礎じゃなくてスノーボードの基礎なんで、さあやってみよう
あ、余裕ですね、余裕ですね。あ、オッケーオッケー。あ、みんな余裕ですね。はい、カメラがすいませんね、邪魔で。はい、オッケーですね。はい、ではこれをちょっとアンディ風に意識してみたいと思います。はい、では何をやるかって言ったら、さっきやった頭の位置を中心に板をこういうパタンパタンパタンってするんじゃなくって、板を雪面から一回離さないとこを作ってください。ここからスッスッスッ、体の中心に軸足を常に入れてあげながら、入れて、ちょっと待って、ゆっくりだとできないんですけど、ちょっと常に軸の中心に足を入れながら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 、はい、多分ね、足元見ると難しくなるので足元見ないようにしてやりましょう。はい、あー、うまいですね、うまいですね。あー、おー、あ、今日みんなうまいですね、うまいですね。オッケーオッケー。この動作ね、疲れてるこの動作ね、使い分けれるようにするといいです。まあ、この歩くっていう動作もいろんな動きがあって、今やったアンディーズがこの軸を常に中心にこういう風に入れながら入れながらっていうのもあるし、パタン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 、飛びながら飛びながらっていうのもあるし、まあ言っちゃえばちょっとあれですけど、後ろにね行く動きっていうのも常にあるので、全部ツイスト運動、全部ツイスト運動だけど、重心の位置をどこに調整したかによって進む方向だったりだとか、飛ぶのか飛ばないで行くのかだったりとかっていうのが変わってくるので、この意識ね、こうやって自分で使い分けれるようにしてください。で、この技、今日はアンディですけど、アンディ以外の技でもどの動きを使って足軸の入れ替えしてるのかなって分かれば、その動きを技の最中にやればね、活かせるようになっていくね。結構こういうね動き、地味ですけどやってあげるとね、役立つかと思います。さあ、それではですね、本日最後の、アンディ3目指してリフトに乗りましょう。今回のレッスン動画は以上となります。アンディ3の後半の回し方のコツというテーマでお送りさせていただきました。3つのポイントをまとめさせていただきます。その1、後ろ足軸で飛ぶタイミングで、はい、目線を回転方向に送り込む、この時に前の肩を回転方向に開きに行くと視界が開け、目線がね、着地をしっかりと捉えやすくなります。その2、ピボットで行ったツイスト運動の腰のねじれを後半の回転につなげていく、このね、前の動作ですね、はい、前の肩を開くに行くときに腰の回転も一緒に開いていくように連動させるとね、スムーズな動きとなっていきます。その3、着地は回転スピードが速いので感覚的に着地できるように準備をしておく。着地が同じ技、スイッチバックの、ね、3 だったりだとか、フロント540、またはですね、フロントの180などですね、着地の姿勢が同じもので、練習することで、感覚でね、着地できるようになっておきますのでね、ぜひ練習しておいてください。このような3つのポイントが挙げられます。アンディは正直楽しいです、ね、このできそうでできないね、小難しさがあるからこそ、できた時のね、達成感がね、半端ないです。自分自身も、最初はね、できませんでしたが、コツが分かれば、簡単にメイクできるようになりました。スピードが遅くても、この技はできますし、シャドウが緩くてもできます。どこでも遊べる、トリックとなりますので、まあ、今年だったりとかね、すごく、役に立つトリックかなと思います。あとですね、アイスバーンの時はヒールエッジがかかりづらくて、ね、回転力をね、活かしきれない、時があります。ですから、練習を始めたばかりの人はですね、少し柔らかいバーン、エッジのね、食いやすいバーンで練習すると上達スピードがね、速くなると思いますので、試してみてください。以上となります。スノーボードは人と人とをつなぐ笑顔の架け橋、スノーボードを通して笑顔の輪を広げていく活動を行っています。ぜひですね、お友達にもね、このチャンネル登録をね、お勧めしていただけると嬉しいです。一緒にスノーボードをもっともっと楽しんでいける環境を作っていきましょう。
高評価よろしくお願いいたします。次の動画をね作る活力となります。スノボー先生の活動をですね応援していただける方はぜひいいねよろしくお願いいたします。いいねが増えると YouTube でですね多くの人に見てもらえる仕組みとなっているようですので、ご協力よろしくお願いいたします。あとですね、実際に、ね、ハウツーを見た後に、ね、滑ってみたぞーっていうね、感想をコメント欄に書き込みいただけると嬉しいです。これからも内容の濃い動画をね提供できるように頑張っていきたいと思っておりますので、応援メッセージお待ちしております。繁忙期のため、コメント返し追いついておりません。申し訳ございません。すべてのコメントはね、目を通させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。はい、そして、はい、実際のレッスンにもね遊びに来てください。楽しみながら練習できて上達できて、仲間も増えるそんなレッスンとなっております。札幌近郊のキロロとオーンズで週末開催となります。プライベートレッスンも受け付けておりますので、日程などねお問い合わせいただければと思います。北海道まではね遠くて来れないという方は、送ってもらった動画を見てアドバイスさせていただく動画レッスンを行っておりますので、そちらをご利用ください。詳細は動画説明欄にリンクを貼っておきますので、ご確認いただければと思います。はい、あとですね、今週じゃないや、2月の5日ですね、5の日水曜日ですね、北海道の方はですね、はい、ご存知ノーマターボードテレビ番組ですね、に私現役岸並秀樹佐伯など、4名出演しますので、ぜひご覧になってみてください。はい、1年に1回のテレビ出演の、日となっております。はい、ぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上となります。長い時間最後までご覧いただき本当にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。最高の冬をお過ごしください。レイトプロジェクトの滝沢健二でした。バイ。